今どこにいるかというとインドのムンバイにいます。ムンバイ、これからタイのバンコクに向かうために TG の318便に乗ってます。で、もうちょっと出発するんですけど、ね、今待っております。今この新聞読んでる読売新聞です。なぜタイ航空読売新聞かと思うと思うんですけど、タイは日本人の駐在員が本当に多いです。今4万人5万人ぐらいいるんですけど、そのため読売新聞がですね、販売所を設けてですね、まあ、そういった日系の企業であるとか日本人がまあ読売新聞を取ったりするんですけど、読売新聞が出回ってます。もしくは日本人がよく泊まるようなホテルなんかも読売新聞をね、取ってるわけですけどね。タイ航空も同じように、購入してですね置いております。で、ただここムンバイからタイのバンコクってあんまり日本人が利用しないんですけどね。そんな中でもこれだけ読売新聞があるのでなかなかびっくりすることだと思うんですけど、タイはこれ何回もね、私は動画、いろんな動画で言及させていただいてるんですけど、親日国です。親日国の中の親日国、日本のことがね好きな人は本当に多いです。そのためね、やっぱり日本人にとって、よくしてくれるわけですけど、こんな感じでね、タイ航空なんか、日本人を配慮してですね、読売新聞が置いてくれてます。すごく嬉しいです。今いろいろ興味深い記事もありますよね。日米韓、タイ北、結束確認へとか、ね、教科書問題、謝礼対象839人選定関与とか、まあいろんな問題がありますよ、はい。ムンバイ、インドに今25日間行ってきたんですけどね、これからタイ、微笑みの国タイですね、行きます。これからまだまだね、いろんなものを撮影していきます。